はい、では今日は変わり結びで角出し結びをさせていただきます。角出しは帯枕を使いませんので、こうカジュアルな着物に気軽に結んでいただけると思います。で、前結びですので見えて形つけれますので、一度結んでいただけたらと思います。角出しは前で結びますので、半幅同様後ろから帯を当てていただいて、手先になる方左です。で、手の長さなんですが、だいたい膝下いっぱい分ぐらいの長さを取っていただいて、手の上に垂れの帯を乗せて、胴に一度ここで締めていただいて、もう一巻き、胴に二巻きです。ここで一度しっかり結んでください。で、手を中心まで外していただいて、じゃあ胴に巻いていく垂れの方を上にして、手と垂れと一結びいたします。ここでしっかり結んでください。で、結んだ手を一度逆の方へ持ってきて、羽を一つ作っていただきます。で、垂れの方の結び目近くって一緒にここでリボン結びですね。よいしょ。この時に半分に折った羽になっている帯、輪の方が外側に来ます。ここが輪ですね。で、羽の長さは帯幅から 5,6 センチ出るぐらいに長さ決めてください。はい、ではご太鼓を作っていきます。ガーゼの中にちょっと芯を入れていただいて、枕を作っていきます。はい、羽の上にしっかり乗せていただいて、で、ここで後ろで仮結びしていただくんですけど、前でお太鼓と後ろに回しますのでね、邪魔になるので帯の上に仮結びして置いてください。帯揚げを、ちょっと4分の1ぐらいで大丈夫です。で、先ほどの枕の上に乗せて、こちらも後ろで仮結び、帯の上に結んでおいてください。では帯締めで形をつけていきます。両手一番下に伸ばしたぐらいの位置で帯を持っていただきます。で、ここで一折りしていただいて、手前まで一度持ってきて、ここでお太鼓を作るようなイメージを持っていただいて、垂れの長さ人差し指1本分ぐらいのぐらいですねを決めていただいて、帯すべてを持って羽の下へ。で、帯締めの位置ですが、胴に巻いてる帯の中心ぐらいまで一度上げて、帯締めを後ろで、またこちらも仮結びしておいてください。はい、ではここで形付けていきます。タレを一度整えていただいて、
をきれいに整えます。で羽は少し外側へ突き出すような感じにしていただくといいと思います。少し下げますかね。でここの部分は少し平らに、で羽をここで突き出すという、ここ整えるところ大事なところなので、きれいに整えてから後ろへ回していきます。では中心を持っていただいて、左手脇ですね、で半分、まず半分で、それからまた中心、脇、でお太鼓の下の方ちょっと触って左右同じ位置か確認していただきます。では整えていきます。まず枕代わりのガーゼを取っていただいて、少し気持ち上に上げるようにしていただいて、二度かけて肩結び、はい、では帯揚げです。帯揚げも脇で始末していただいて、こちらもきれいに整えていただいて、一結び下になってる方 U ターン、もう一結びですね、はい、残った帯は畳んでいただいて、帯板と縦締めの間に、U ターンして上から持ってきて、ここです。多少のズレも生じてるんですけど、角出し自体少し粋な帯結びですので、ちょっとのズレはまた粋なイメージは出ますので、きちっと2枚重ねなくても大丈夫です。最終仕上げなんですけど、後ろにも回していただいてから、お太鼓の位置触れる範囲で中心に行ってるかどうかちょっと触っていただいて、で角もこの一度外へこう突き出すようにしてあげて整え直すと、綺麗に仕上がると